気象庁では6月1日から半日程度前の線状降水帯による大雨の発生の可能性の情報を出していきます。今月中旬、気象庁が発表したのが線状降水帯の予測の公表。死者・行方不明者232人を出した2019年の西日本豪雨。大雨をもたらしたのが線状降水帯です。メカニズムを静岡地方気象台の職員に聞きました。これは線状降水帯発生のメカニズムの模式図ですけれども、この風上のところでは同じようなところにどんどん積乱雲が発生して風下へ発生して風下へという形でこのようにですね列をなすように、そうするとその通り道の下ではですね同じようなところに強い雨が激しい雨が降るような状況になりますので、そこでは集中豪雨災害が発生する可能性が極めて高くなってくるといった形になります。こちらが西日本豪雨の際の雨雲レーダー。風上の方から次々と発達した雨雲が入り込んでですね、同じようなところでこう強い雨雲がかかっていることが見ていただけるかと思います。発生原因の一つは温暖化。気温が高ければ空気中に雨雲の元となる水蒸気を多く含むことができるため、活発な雨雲の発生につながりやすくなるといいます。どうして今まで線状降水帯を予測することは難しかったんでしょうか。線状降水帯の予測そのものは現在でもですね、なかなか難しいんですけども、今まではそのメカニズム自体もですね、ちょっと結構不明瞭な、なかなかこう分かってないところもありました。でまたその海上からこう水蒸気が入ってきて、まあ、それが例えば西日本とかでもそれが雲がこう発達してって形なんですが、そのなかなかその海上での水蒸気の把握ですね、海上から入ってくる水蒸気の観測自体もなかなかこう手薄っていうところもあって、なかなかそのいろんな面でですね予測が難しかったというところがあります。しかし2018年以降、海上の水蒸気の量を観測する船などを導入、民間の船会社とも協力することで、さまざまなデータを入手でき、予測ができるようになりました。近年激甚化する雨による災害、その被害を最小限にとどめるため、早めの避難を呼びかけるのが、線状降水帯の予測を公表する狙いです。予測では全国を東海や関東など大きく11の地域に分け、発生の可能性がある半日前から6時間前に公表します。それでも実際に線状降水帯、まあ、我々の言っているその線状降水帯のその基準に適合するものは4回にという形に今のところなっています。必ずしもその線状降水帯ですね、その今ライン上にはならなくても大雨にはなっている確率がもう5割を超えてますので、災害はその線状降水帯かそのライン上になってなくかって関係なく、同じところでその大雨が降り続くということが災害が発生する要因になってきますので、そういう面ではその線状降水帯という言葉だけにとらわれずにですね、大雨になる可能性があるというところを意識してもらえればと思ってます。